Round one, fight! Don't fight! Yeah.
愛。
愛。
手際が良くないのですが、まだ私もちょっと慣れないものでして、どのくらい人が集まるのかとかわからないので、一応前回と同じスキーの細道形式で、まあ、対戦形式でやりたいので、1周目と2周目を止めたいのですが、これ1周目と2周目バラがいいですよね。やっぱりトランプ引いた方がいいです。でも13人以上いるんですよね今日。じゃあ引いてもらえますか。すいません、大会参加は自由なんですけど、今回は100円でお願いいたします。あ、すいません、引いた方は100円お支払いをお願いいたします。参加される方は大会、はい、すいません、大変申し訳ないのですが、ちょっと私カーシムさんとムーさんにお願いしっぱなしなんですけど、大丈夫でしょうか。まあもうまあすいません、なんかこれお二人にお願いして大丈夫ですか。私大丈夫ですか。あ、じゃあ二人分けて持っててもらって、すいません、参加費は100円でお願いいたします。参加は自由です。あ、でもあ、すいませんごめんなさい。
今トランプでちょっと1周目2周目の順番を決めていただいてるので、ちょっと担当の方にお任せしてるんですけど、今その順番決めをしたら大会を始めたいと思います。はいはい、ごめんなさい。はいはい、参加者は一応そう、それなんですけど、とりあえずトランプを配ってからですね。ちょっとカーシムさんにお任せしちゃってるんですけど、これ参加者はカードを引いてからですよね。お金は僕のところにください。ちょっと今とりあえずカーシムさんにお願いしてます。はい、あ、ブーさん、私もカード欲しいかな。ミニ大会出られる方は名簿に名前とキャラクター記入の上、はい、トランプを引いて僕のところにお金を100円ですね、持ってきてください。入ってます。まあ、とりあえずお一人様参加費100円でございます、はい、あの大会進行を優先したいのでご協力をお願いいたします。100円です。まあ、まだ不慣れなものでしていろいろありますが、よろしくお願いします。今日人数多いのでご協力をよろしくお願いいたします。ルールわからない方がいれば、そうです、ミキさん、参加費はこちらの赤島さんに聞いてください。そうですね、今日は多いですね。はい、でもなんか人が多くて楽しいですね、すごく。めっちゃつああ、今日はね、マッツンが来てますね。まあ、俺の一番の天敵と言えるマッツン剣与えたくないですね。あ、キャラ？いや、もう僕はもうだ、ダルシムです。もう DJ。 今の1周目2周目同じくらいなんですよ、もうあれだもん。すいません、出られる方お金持ってカウンターまで来てください。すいません、ちょっと対戦の順番がまだ出揃ってないので、はい、ミニ大会出られる方、の試合終わり次第一応なんかカウンターにいらっしゃってください。そうですね、赤が多分なんかこれ めちゃめちゃですね、これ結構黒が4番、でももう書いてありますよ、両方とも書いてある。ちょっとこれもうちょっとこれ皆さんめちゃめちゃですけど、順番どういうことなんですか。ちょっと待って待って、ちょっと1からやりますか。ちょっと1からやりますか。もうダメ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。じゃあもうこれ紙新しいの出して、みんな1周目2周目早い者勝ちで帰ってきましょう今日は。なんかもうだってみんなこれ適当だよ。
いや、なんかね、みんな適当になっちゃった。ちょっとどなたか、私めっちゃ困ってるんですけど。名前とお金の管理私が行いますので、お金は出された方は結構なんですが、はいはい、それはい、頼まれちゃうからわけわかんない。はい、じゃあもう一回カード、もう相手とかの管理僕がやるので、じゃあもう一回どんどんあのカウンターまでいらっしゃってください。じゃあカード管理からもう一回、でもお金払って、皆さん群がらないで並んでくださいね。ね、今日は20人ぐらいいるので、はい、お願いします。あの対戦相手はとりあえず私パソコンやら何やらで組めるようにしますんで、とにかく名前とキャラだけ書いてください。すいません、大変申し訳ないんですけど、ちょっと紙を持って回るので名前と記入をお願いします。すいません、結局カードは枚数が足りないので、もう直に書いてもらう感じで。でも今回参加費は本当払ったか払ってないかは各自にお任せします。とりあえず今回はもう1周目だけ聞いて、もう2周目とかなしで、ちょっと無理なんで、もうさっきセロテープさんが言ってた1周目をもう2周目つなげる感じで、今日は結局1周目2周目バラにしようとしても、ちょっと出だしが悪かったのでカードもないって、うん、それで逆順で行くって、そうでもないです。そうでもないです。まず何いるかわかんない。キャー、すいません、本当はい、はい、あ、でも紙なんか書いちゃってる、そう、あ、わかりました。
じゃあとりあえず今はなんか集金してるようなので集金をしてから、本当すいません、なんかしっかりしてなくてごめんなさい。じゃあすいません、大変申し訳ないんですけど、もう一回とカード引きに来ていただけますでしょうか。あ、こっちで行きますか。あ、もう勝手に勝手に、はい、わかりました。今日はすいません、勝手にやらせていただきます。じゃあ今回は、あ、ありがとうございます。今日19人いらっしゃるんですね。はい、じゃあじゃあき、じゃあ今日はじゃあこれを2周目適当にこちらで今回だけ配分させてもらって、はい、なるほど、ニアさんすごい、私にはない発想ですねニアさんすごいわマジ自分一人ならかなりテンパってますね。はい、よろしくお願いします。はい、あ、はい、はい、これはメモってことですね。はい、じゃあこれ書いたらチェックします、チェックした方がいい、いいのかな。リッチさんが9番、私9番です。次が川島さんが13番、すいません。
13、13。剣、剣ですね。これちょっと2人に最後までかかってもらえないと私もう把握しきれない。飛行機そういうこともありますよね。いいんじゃないですか。じゃあ、なし。空欄で大丈夫です。はい、これ2周目、今回は人数が急に多かったんで、その逆ってやつでいいんじゃないですか。どう思いますか。その結局これもう一回くじしますか。あ、じゃあそれで、じゃあもう一回いきましょう。8番ラマンジャさん、く9時前にですね、配信台を一旦開けていただきたいと思いますので、配信台でやっている方、あ、はい、じゃあノブさんとユリッチさんの台は一回配信台なので、まあ、それがその対戦が終わったらちょっと一回申し訳ないのですが、開けていただいてよろしいでしょうか。後でクレジット入れますんで、他の台で、はい、後でクレジット入れてくれるそうです。はい、はい、他の台に入れますんで一旦開けてください。あの、すいません、参加表明してくださった方で、100円をお支払いでない方、もしくは
50円しか入れてないという方いらっしゃいましたら、カウンターまでお願いいたします。すいません、今回大会料金が100円なので、もしまだ大会の料金を払ってない方、もしくは50円払った方はちょっと足りないので、カウンターにお越しいただけますでしょうか。大会料金を払われてない方、よろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。あ、これで OK ですね。はい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 、すいません、料金そうですね、合いました、ありがとうございました、ありがとうございます。そうですね、で2周目のキャラは一応変更可能なのですが、今回はちょっとその都度聞いていっていこうと思います。ちょっとまだルールがはっきりしてなくて申し訳ないのですが、はいはいはい、これね、じゃあ金子君が、はい、勝ったとするじゃん、はい、あ、そうなんですよ。その最後どうするか、最後はそれは最後またトランプで引いてって、そうなんですよ、そうなんです、前回そうだったんですけど、なので勝ち続ければ勝ち続けるほど続くので、はいはい、そうです、まあ、足りなければ私が投入します。はいはい、ラマンチャさんとラマンチャ2さんが最初対戦ってことですよね。あ、じゃあすいません、大変手際が悪くて申し訳ないのですが、早速始めていこうと思うので、ラマンチャさん X ベガとラマンチャにリュウさん対戦していただこうと思います。そうですね、ラマンチャ X ベガ、ラマにリュウです。まあここはとりあえずじゃんけんしていただきましょうか。はいはいはい、あ、ちょっと誰か手伝ってもらえますか。今回もホワイトボードがありますんで、はい、配信の方に向けてですね、誰と誰がやってるか分かるようにしてますが、私がですね、顔と名前が一致しませんので、どなたかに書いてもらうしかないんですね。はい、で、できればそれをお願いしたいと思います。はい、誰か顔と名前、まあ、とりあえずふわっとわかる方お願いします。誰かおりませんか。書きましょうか。はい、お願いします。で、お金は私が持ってますんで、はい、大会一回やるたびに、はい、はい、入れます。はい、はい、しか言ってない。
じゃあラマンチャさんとラマンチャにただじゃんけんをしていただいてどちらが 1P、2P かとりあえず決めてもらって、あ、ラマンチャさんが 1P ですね。ラマンチャさんは X ベガですね。これ結構ハードですよ、これラマ2でいいのか。はい、ありがとうございます。すいません、はい、お待たせしました。もうすぐ始まります。容量の悪さはい、ベガです。ラマンチャさんベガですね。こんばんは。はい、ウェブカメラ映ってますか映ったよね。映ってますね。ベガ対竜ですね。はい、はい、お、よろしい感じですね。映ってます。なんか名前がね、じゃあ今日3回目ですね。あ、もう始まってます。 さっき初めましてって握手してたんですけど、もう始まってますよ、ルーさん。いきなりめっちゃラマンチャベガさん、あ、もういきなり勝ってます。ベガが一本残儀ステージラマンチャさんが今一本取りましたわかりにくい。あ、ラマニさんめっちゃ波動で、ダブルに入ってめくりじゃない正面。あ、まい、おっと投げた。あ、コーパンタイクうまい。そしてめくりすらガード昇竜、あー惜しい。あ、ロマンチャさん勝ちました今中段か下で振りなかったですね。早くもロマンチャさん勝利ですね。あ、私ですか。じゃあマイクどなたかお願いいたします。次はミキさん。すいません、他のお客様もいるので両替機の前だけ絶対開けといてもらえますか。すいません。マジで、はい、ムーとカワシム実況でお送りします。こんばんは、カワシムです。ミキさんがいるとラマンチャベガ、これはなかなかね、名カードですね。これガイルが結構難しいんですよね、タイトがね。やっぱヘッドプレスとかベガの中のさばき方がね、難しいですね。めくり食らっちゃった。さあ、ラマンチャベガ2勝目に2位。これ今日残儀使いがセロさんがいるけど、当分これ残儀ステージですね。さあ、ミキさんのガイルはやばい、ピオリッチ、あー、ピオっちゃった。コンボ決まって、まだいける。いや、削り圏内か、めくりに行きたい。避けられた。これはナイトメアで逃げて、さあどうする。まだある。あ、でもゼロドットはきつい。これはきつい。あラマンチャベガさんの勝利ですね。これかな。え、あ、あ、次は、あ、お金、お金は入ってるね。川島 DJ、 ダルシムじゃない、川島さん DJ。 はい、 DJ ベガ激アツですね。お、うまい、長田投げが入って、お、ベガ地獄の画面端。これ DJ やりたい放題の。お、なんとか脱出。なんで今5番で飛んだ。あ、体力は、あの、一応お次はタツトシさんですね。体力は DJ が、はい、あ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 じゃない、ゼロロット、あ、死んだ。やばい、ラマンチャベガ強いラマンチャベガは DJ に1本取った。どういうことなんだ本当ですよ、そんな勝つんじゃないよひどいねこれね、まあ、キャラ設定的には、まあ、
かなり DJ なんですけど、めくりがガード。あ、ジャック。あ、今惜しいね。あ、めくり入っちゃった。あれあれ、目が特にめくりがね、分かりにくいんで。すごい、私が余計なこと言ったばっかりにラマンチャさんが。おっと、また画面端。この舐め切ったジャンプコパンが、お、そこで打つ。めくりはガード投げ返す。これはお釣りがない。あー、変な投げが入って。そういうこともあります。川島勝利。はい、これでいきましょう今日は。あ、じゃあ次タツトシさんの竜です。あ、すいません。まあちょっと ここはまあまあまあ、はい、すいません。まあ我々ちょっと手際が悪いんでね、すいません。はい、まあ、竜 DJ ですね。もう落ち着けないんですいません。タツトシさんの竜です。川島 DJ、 これはまあ竜ですね。おっと、対空が、そう、対空が DJ は、おっと踏んだ。コンボが安い。これは入んない。勝利を得たかった。まだ時間はあるので、竜は波動で全然押せる。勝利というか、勝利が出ない、上が出ない。おっと、体力がほぼイーブン。あ、余計な弾をもらって、あの場合はちょっと対空がね、難しいですね。まあ、開幕は DJ が安らで押す。画面端、いい波動、いい波動。あ、ピヨった。あ、ファイヤーにしたかった。あ、これ、おっと、カワシム辰俊さんの勝利。勝った、すごい、さすがやる気勢違うね。タツトシさん大興奮。勝った勝った。次はムーンさん、ムーンさんのダルシムですね。あ、次、あ、どなたかマイクお願いします。私には無理。川島さん、マイクお願いします。この消極的な感じ。はい、ムーンさんがなんとダルシム。あ、その次は京さんの剣ですね。京様、京様。ダルシム戦はどうなのかな。あの、キングオブファイターズの強的な。ダムーさん、結構見てますね。うまい。波動、波動。この前の波動はなかなかダルシム反応できないですね。あと、カツ当たりだが。ドリル間に合わず。惜しい。あー、これはシュースラスラスト。さあ、ムーダルシム最近かなり堅実な戦いをしますね。大根当たらず。さあ、ドリルがうまい。お、やる、コスラインフェルノ。さあ、ダッドトシさんは一勝止まり。あ、さあ、次はこれで京さんの剣です。次は京さん。あ、京さん、よろしくお願いします。さあ、ダルシム剣といえば、私京さん初めてですね、お会いするの。膝でボコられて死ぬパターンがありますが、それ以外は剣側はかなり難しいですね。さあ、開幕どうする。あ、ダイキック。ジャックファイヤー、ロウリュウ、キレがいいですね。さあ、知っている裏回り。わーっと、タクは投げる。ジャックファイヤー、ちょっとムーさんの開幕何もせず。強気の。さあ、ここからいけるか。掴みにはいかず、
地上から。さあ、レッパが当たらず。おっと、なんと中勝利。そうしますと、次の試合は新谷さんの剣ですね。この場合で勝利を放つ。やっぱり膝に行くのと勝利のタックはかなり強いですね。私も一回こけると膝で殺される可能性があるので注意が必要です。さあ、ピヨってしまうが、さあ、しっかり見て第一班ジャックファイヤー。ジャックファイヤーきついんですよね、ケン。あー、波動を打とうとしたところ、レギュアに大キックが当たって、ムーさんが2勝。じゃあ、ニーヤさんです。よろしくお願いします。ムーさん2勝かな。あ、あの、はい、ムーさん2勝、ムーさん2連勝。あ、コイン入ってますか。大丈夫ですよね。1周目は勝間さんにお願いしてます。1周目、あの、申告1周目は申告したキャラで、2周目は自由です。さあ、ニーヤさんの剣の試合で結構使ってますね。結構強いですね。ムーさんがちょっとひよっているか。これはつまり出ず。おっと、ライパンですか。してつかみ昇竜。さあ、つかんで次はどうする。めくり中キック。いや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 、さあ、ピオリチのガードスライディングが届かず、波動がやっぱり打てないですね、この間。前にはいけず。 6% 狙いにいったのか今。さあ、結果がきついですね、これ。鉄板はあるが、その前にまでいけない。次はノブさんの剣ですね。次の試合はノブさんの剣でございます。昇竜ガードで、ノブさんの剣の次はユリさんの X バイソンです。からと暴れている。今大キックし、おっと、なんと大昇竜が当たる。昇竜剣おお、なんと宮さんが勝ちました。では、ノブさんの剣、同キャラですね。お願いします。さあ、ムー様2勝でストップですね。ニーヤさんの剣が止める。そろそろマイクお願いします。次はノブさんの剣、同キャラ戦です。あ、もうちょっとこっちだ。両替機の前。なるほど、なるほど。さあ、水色剣がニーヤさん、白い剣がノブさんの剣。ローキャラは、あーと、さあ、開幕、ナタだかカマだかわかんないですけど、なんか決まりました。さあ、ノブさんの剣がいい感じですね。剣同士でお互いに掴みに行くことはありなんですか。あ、行きましたね。まあ、結局掴むか勝利を当てるかじゃないんですかね。お互いにそうですよ、うん、これですね。なんか細かい駆け引きとかあるっちゃあるんだろうけど、結局なんかね、ちょっと動きがね、早すぎて駆け引きにならないうちにも掴まれてるんですよ。まだから新谷さん2連勝で、新谷さん2勝、うん。次、ユリッチさん、ユリッチバイソン。ユリッチバイソン最強ですからね。さあ、ニーヤさんの剣が今2連勝中。いやー、これはニーヤさん不運ですね。さすがにユリッチ剣、ユリッチバイソンはね、さすがにバイソン、まあ、最低8連勝ですね。最近、野試合でもほとんどヘロン使ってないですからね。なんか、玉島さんの直弟子らしいですからね。あ、そうなんですか、うん。あれですね、池袋周辺でうろうろしてるという。玉島さんの勝ちは俺の勝ちみたいな。あっと、珍しくミスったぞ。できる風でできなかった。さあ、新谷さんきつい、これは。ち
ょっと分からせてあげてほしいんですけど。おっと、2P に行きたいらしいぞ。ちょっとつかみには行かず、打撃でダメージを奪っているわ。さあ、ガード 2P 行った。勝機、おっと、逆に掴まれてしまう。あー、1P に行っちゃった。減る。つかみの失敗だけど OK と。あれはね、どっちでもいいんですよね。そう、通常投げの化け技が強いキャラは強いですよね。あー、なるほど。チュンリーとかもそうだし、DJ もそうだし、 DJ、 そうですね。ダルシムも割と優遇され気味ですよね。ダルシムも結構強いですね、中盤。あの、大パンの変なお辞儀する頭突きも、 あれもなんかフォークなんかもなんか P 投げに行って飛ばれてもなんか中 P の近距離が出て結構強いとか。さあ、これマッツンさんの剣です。今日剣多いですね。そうですね、剣使う人結構多いですけど、剣難しいですよ、ただ。さあ、なんと、さすが本職といったところという間に、まあ、剣はこうやるんだと。さあ、これはユリッチお疲れなのか。もうあっつんからしたらもうね、ユリッチの場合に負けるだったら引退かなぐらいの言い過ぎ。いや、ユリッチバイソンはありますよ。しつけが結構うまいんでね。コンボはうまいし、ね、その破壊力のあるキャラ持ったら結構。はい、ナイスガード。半端この立ち回りでも結局押してるから。これはスパコン溜まってんのかな。バイソンで、と膝が速い。さあ、ユリシバイソンは一勝止まり。さあ、これマッツンさんが勝利して、次は裏ケニさん。お、裏ケニさん、うん、裏ケニさんのまたしてもバイソン。今度逆に、ね、バイソンはこう使うんだと。さあ、さっきのユリッチをフリキャラとして俺は違うんだぞと。誰開幕波動を踏んでしまって、さあ、掴み、こうなるときついっすね。バイソンも倒そうと思ったら、とりあえず溶かしてアントビから投げるか投げないか的な。ただもうマッツンさんレベルになるとアントビいけないですからね。地上から行くしかない。さあ、裏ケネさん、このスパコン、ちょっとゲージが見えないですけど、あ、止まっていた。当たってる。素晴らしい。中足になんてクレイジーが刺さる。見てから見てから。あれはそうですね、あのタイミングだったら見てからだったと思いますよ。だから準備はしていたと思いますよ。さあ、マッツンさんの昇竜かすあたりからもちろん掴む。分かっていても掴まれる。あの距離からヒット確認。一発目伸びますね。あの遠い間合いからでもね、繋がるんですよね、マッツンさんだと。ここで波動拳を打つ勇気。さあ、我慢しているわ。おっと、掴み返した。当たっちゃった。これはうまい。3発ヒットで、さあ、なんとマッツーさんがラケニさんのバイソンに。やるなぁ、ラケニバイソン。次はどなたでしょうか。いろはさん。いろはさん、なんとエスキャミ。いろはさん、エスキャラ大好きですね。先週はいなかったような、いたような。エスキャラ、エスキャラでもなんか なんとかストロングマシーンはいたけど、いろはさんはいなかったような気が。そう、さあ、エスキャミ、これどうするんですか、バイソンさん。一勝者がコパンこすったりしてるのかしら。削られて終わるんじゃないですか。何も当たらない。さあ、まだまだ1点です。お、200点。なんか当たった。中盤かなんか当たった。何をしに行けばいいんですかね、これね。何が正解か。なんとキャノンスパイク当たって、あるよ。ないか。しゃがみ中盤。中盤マニアに勝てる技とかあるんですかね。大足ぐらいじゃないですかね。大足、はい、
相模大パンとかももしかして勝てるかもしれないです。結構強いんですよね、あのキャンディ。やりたい方だ。アッパーから掴み、早い、見えない、見えない。ステージもそうですね、残機ステージなんで。10台、あれ、減るんですよね。さあ、裏ケニさん2連勝。次、金子さん。金子さん。金子さん。金ゴン。金ゴンガイル。さあ、裏ケニバイソン。チューチュー、最近金子ガイルはもう毎日のようにスポツを触っていますね。なかなかやる気勢ですよね。なかなかやる気勢。おっとこれは悲しい。さあ、大足が減りすぎでしょ。あれ開幕とは、あれでピュール。これは金子くん説明。バックソバットで切り返していくが、ソバットがいい感じに当たっているが、と再びなんかガイルあれですよね、細かく当てても報われないとこありますよ ね、 なかなかめくりもね、ほとんど決まることはないし、ダメージ減がなかなかないですね。さあ次は、この竜は、ペコさんの竜ですね。豪気は無料なんですか。豪気、なんか一応豪気って書いてありましたけどね。なんか謙虚に竜を使ったエントリーしてる。なんか豪気って書いてあったような気がしたんですよ。え、マジで。いいんだ。これ竜バイソンは竜がどうするかね、この波動の上の間合いで、まあ、のじあいちょこっと見てると中しゃがみ中足を刺しに行くぐらいしか。いい勝利。あー、めくり立つマッチか。なるほど。さあ、つかみ強えな。さあ、裏ケニさん、かなり真面目な顔をして、ここで横にいたセロさんが出番ですね。さあ、セロテープ残儀。さあ、バイソン戦。掴みに行くなって。さあ、スクリュー。これはちゃんとヒットを確認していて。さあ、5番、なんとダブラリ。さあ、出ず。ボタンバンバン押してる音は聞こえます。はい、こんばんは、山本です。どうも、川島さん、こんばんは。裏ケニさん、4連勝中かな。これ勝つと5連勝かな。ファッションマスクですね、今日かなり、切れてますね。さあ、中期ウォースクリューには行かず、ダブルアル。おっと、はじめスクリューがダブラリ出ないですね。ちょっとダブラリ失敗の音がよく聞こえますね。今掴み確定だったような気がしたんですけど。ダブラリが当たる。あーっと、スクリュー入らず。お互いに惜しいです。なんと回している。さあ、これはスクリュー確定で逃げられたか。よっしゃ、ゲージ持ちましたね。体力厳しいですけど、バイソンはスパコンがありますので、入れば分かりません。あと5パン1ドット。バイソン1ドット。5パンを擦っているが、どっかでどっかでクレイジー入っちゃうんだよ。いったー、やってしまった。
うおーなんと運が良すぎる。さあこれセロテープザンギがフラケニさんを止めました。フラケニさんは4連勝かな。次は小江戸フラケニさん4連勝です。さあキャラクターは何でしたっけ。小江戸さんは小江戸さんベガかな。ベガ、ベガだそうです。ベガですね。さあベガザンギ、これは結構ベガ側のスキルが問われるところですね。さあ投げ、デビリバル逃げて、おっとちゃんバックジャンプ中盤逃げますね。ダブラリ当たってしまって、スキル確定しない。スリーヒット、でしたベガ側苦しいですよね。そうですね、無敵がナイトメアしかないんで。おっと足ダイヤシャガードしている。おっと最後は飛んでいく。ベガはやっぱり対空がほとんどないに等しいんで、バックジャンプ中盤ぐらいしかないですよね。あ、逃げれない。 前ジャンプ中盤もあるか。ひたすらカニでやりに行くしかないと思うんですけど、でもダブラリに控えたダブラリ、ダブラリに触ってしまう可能性が、あ、ゼロではない。中キックでも当たってしまう場合がある。お、ホバーめくりましたね。勇気あるホバー。さあまだナイトメアが、あっと取れない、寄ってしまった。これは死ぬのか。しかし死なない。おっと残った。なんとセロテープザンギ、最後はダブル2で削り冷静にいきましたね。さあこれで1-1。はい、さあお寺まで拾ってビヨってしまって、これはフットプレス出ない。おっ、余裕の勝利でしたね。最後飛び待ちだったんですかね。そうですね、あれはもう相打ち OK ですね。続いて HP 側、おっちゃまるさん、本田ですかね。あ、私ですか。あ、じゃあはい、お願いします。さあセロテープさん戻ってきましたが、スクリューが思ったより減らなかったという、悔しそうです。さあこれホンダはどなたですか。ホンダはお茶丸さん。あ、お茶丸さんですね。ごめんなさい、あのボード書いてないですね。お茶丸さんのホンダが、あっ、あーごめん、なんか取れちゃった、取れちゃった。あ、大丈夫ですよ、マグネット取れても。お茶丸さんが1本取っている。おっと、さあ小江戸さん、本田戦はそんなにやっていないのかもしれないが、まあ、これベガ本田厳しいですね。お茶丸くん、はい、さあ小江戸さんのベガを倒して、ちょっと待って濡れてる。さあ、遅れてきた友澤くん。友澤くんはキャラクターはバイソンかな。これ友田さんの次はどうやって、ああなるほど。さあ大いちょう、暗い大いちょう。さあヘッド、さあ大いちょう、あっとヘッドが当たる。これは張り手、勇気ある張り手。さあスパッ、ゴチゴチで短波ですね。さあ短波でした。さあ友田バイソンを1本取る。さあ頭突きがおかしな当たり方をして、大きい攻めはガード、バックジャンプ大キックを、おっと変な落ち方をして、これは何、あっとヘッドで切り返す。
なんとつかみゴチゴチいってスパコンにはいかずヘッドですね、最後冷静ですね。さあ、この後からはトランプを引いてもう一回、出る人の順番を決めたんですね。で、山本さんが決まりまして、キャラは、ね、あの自由なので、あ、これあれか、2周目のあれか、1番手ってことか。さあ、これごめんなさい、あのトランプで決めた2周目の順番ですね。1番手山本チュンリー。さあ、掴みは許さず、しかし大パンで相打ち。あ、友田ワイソン強いぞ。今、友田さんと山本さんですね。あっと、なぜスカル。で、これで1周目が終わると上げれるの。そうですね、山ちゃん、これはスパコンからぶってしまうか。あ、さあ、気候圏、気候圏回復はせずに、さあ、どうなる。つかみにはいったんですが、周りが届いていなかったというシャーミ中盤。さあ、なんとスピリングワールドキックで切り返しましたね。あるよ、そこはね、ヘッドで切り返したんですね、バイソンは。あるよって言っとけいいみたいな、このとでっかいナンパが当たる。あ、なかった、なかったバイソンの画面端、ガン攻めで掴みですね。さあ、次はどなたでしょうか。あ、キョウさん、キョウさんは剣ですが、変えることもできます。どうしますか。キョウさん、キョウさん同じ剣で、はい。じゃあ次、はい。あ、誰、はい、キョウさん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 じゃないよ。友田さんのバイソンとキョウさんの剣です。キョウさん、剣。あ、はい、あ、キョウさんの剣、なんだろう、ありがとう。さあ、友田バイソンは何勝してんのかな。2勝目で、そうするとこの次の試合がセロ様ですね。セロ様、さあ、これ剣バイソン再び。パーが当たって、なんと中小竜、おっとクレイジーを食らってしまう。クレイジーでしたね、最後は。これ剣どうするんですかね。上竜剣投げ、おなんかおかしな飛び込みが投げが決まって、波動拳、これは置き攻めいけるのか。波動拳間に合わず、投げ中掴まれて、15時間の裏回りで暴れが竜巻が多いですね。中中、あはっ、おっと、大パンチが出てました。如意棒強いっすね。さあ、これで友田バイソン3勝目。次がセロテープのセロ様の、なんと爪をおっと、かぶせかと思いきや、いやロシア人ですね。あれ、ザンギーもかぶせなんじゃないですか。これはでも、まあ、有利って言ってもそこまで大きな有利ではないんで。ああ、五分。まあ五分じゃないですけどね、6、4くらいじゃないですかね。スクリューで決めましたね。さあ、バイソンはそうですね、一回こけてしまうとスクリューを確定してしまう、立ちガードをしてしまうと。なんとか飛んでも上で相打ちで全部落としていくとか、それぐらいじゃないと。あっと、ちょっとヒヤッとしましたが、さあ、パブラリ終わり際、どうも。最後はヘッドで決まって 1-1 です。あ、続いてノブさんです。剣のノブさん、用意お願いします。この試合が終わったです。まだまだ大丈夫です。タッパンで止める。おー、大足うまいな。あれ、下尾はあれですよね、残機のコパンが、コパンで止まらない前でやってますね、ちゃんとね。
さあここはデモンガードリューに対してスパコンを出していったがガードしている。さあ起き攻めどうなる。さあ分からないぞ。最後のスクリュー。はい、ノブさんお願いします。高いかなと思ったが、さあセロテープ残儀が友田君を殺してしまって、ノブさんの剣、さあスロさんの残儀、入剣戦はかなり強い。剣側は逆に難しいですね、これは。ただ剣には一文字があるんで竜とちょっと違ってやりづらいですね。なんと投げに行く、強気ですね。やりに行ってますね。さあダブラリの左に4発目が当たる。おっと歩きましたね。さあスクリュー読みの垂直ダイパン昇竜拳、なぜあれを立ちくらいした。おっとさあスローテープ落とす。おっと割りましたね、完全に。ここはノブさん昇竜出している。続いてお茶丸さん、次 1P がお茶丸さん、ザンギエフです。あれお茶丸さんザンギ、あ、スローテープさんザンギ使いとして一言お願いします。他全員バイソンならいいのにね。おっとノブさんの剣が、おーレッパー、つながりましたね。昇竜レッパーさあザンギ先手です。ただやし、なんと空中投げ。これはスクリューが中パン風対空やりに行ったが、ここは剣も暴れている。ここはラッキーな相打ちですね。3本目、さあどうなりますかね。あっと剣がやりに行きましたよ今。前に歩いている。おっとスクリュー、飛びからのスクリュー、あっとちょっと近かったか。おっとこれは剣がちょっと飛びが高かった、ね、まさかスクリュー。なんと今ボタン2回押しましたね、あれね。お茶丸さん、あれですね、ダブラリ使ってない気がするんですけど。ダブラリは使ってない。ちょっと混沌としてきましたが、ニアさんの剣、 2P 側がニア剣ということで、さあこれ自分ずっとザンギ対剣のね動画が流れてるみたいな。いや結構強いですよニアさんの剣は。ザンギ戦うまいんですよ。ちゃんと足を届かない間合いで立ちっぱなしですね、ガード入れずに。昇竜カスタテ、ここはシュスクリューは使ってしまうか。おっと昇竜出している。これは連覇が出ず、やりに行ったんですけどね。昇竜皆さん、すかして掴みに行こうとしてましたね。さあ、昇竜拳、さあ、残儀は苦しいが、ダイヤシダブラリ、これはそうですね。次俺だぞ。
カツクスです。ニアさんのペンとなんと川島さんの懺悔符、なにまた懺悔券なの。ニアさんがヘビでそこから川島さんと突然のダブルライキング。あ、川島さんの懺悔ですか。川島さんの懺悔符結構強いからね。まだまだ分からない。結構というか結構強いから。おまだ知らない。死んだ。まあ、ゼロドットだからね。正直川島さんに勝ってほしい。次は僕なんで、ニア、しかし実際ここで中キック、小キック結構エロい前でフラフラしてる。俺なんですよね。あのミドルが当たらないかぐらいのとこでフラフラ。川島さんの残り残りも分かんないけど、エロいなぁ。とりあえず相打ちさえ取れれば残儀側が破壊力で、おしゃがみコパン。ダイヤシン。さあここからしゃがみ耐久うまいなぁ。壁はおっと、謎の登り蹴。これは見て、見てから風、まさかの登り蹴り。開幕キャパチ、そして中キック、そして剣の飛び込みをガードしてからザンギエフはさばき方結構めんどくさいんですが、ダイヤシン、しゃがみ耐久うまいなぁ。必ず起こしてますね。暗い投げ失敗、昇竜もらい。さあ変なキックも入って、削ろうかな、削るの予想かな。はい削ろう。あーあ、おいしい。ああ、これはバニシングでしたね。あそこはね、ちょっと行ってます。バニシングでこかしてればワンチャンあったんですけど、回っちゃった。バニだったね。おやっと剣残儀が終わって、残念ながら、宮さんの剣倒せませんでした。じゃあ次は辰俊さんの竜。宮さん何勝してるのかな。宮さん何勝かな。2連勝。さあ2連勝の宮さんに挑むのが辰俊さんの竜。今ってことトップは3勝4勝あ、裏剣さん4勝でトップですよ。今日は結構混戦ですね。4連勝の裏剣さんが今のところ1万連勝してる。飛びが間に合う。昔から確認して昇竜はただまだ、あっと、あの距離の見てから連覇。見てから、だって技が当たったら全部見てからと言っといた方がお得ですよね。そうですね。いやだってね、その方がね、あれも見てからですよ。さあ画面端から逃げられない。やりたい方がですね。掴んで最後気持ちよく連覇。長州できない連覇が入って、連覇出ますね。ニアさん3勝目ですね。次はどなたでしょうか。またザンギ、なんかもうザンギ飽きたんだけど。これはどなたの残儀ですか。ラマンチャさん。ラマンチャさんの残儀。さあ式にはラマンチャ、ラマニコ。残儀使う人多いですよね。なんか残儀使うと楽しいのか。残儀使いからするとなんかメインじゃない人の残儀が強かったりするとちょっと悲しい。あの子パンタツマキね、あれムカつくんですよね。さあナイスガード、安全重ねが上手。さあネイリネイリ、そこパンでこう陰縫いしてやるとね、ちょっと剣がちょっとペクッと驚くでしたが、掴んで掴んで、これはもう垂直、おっとちゃんと落とす。さあめくり、さあ、あー安い。またね、中足ダブラリが正解ですけど、さあさあラマンチャ、おっとダブラリ裏っ高めだったか、ガードされて透かしたんですが、伸ばして変な蹴り、そしてレッパー、変な蹴り強いな。さあニアさん3勝目かな、4勝目。
なんとこれで裏剣さんに並びましたよ。あ、次その裏剣さん、とりあえずこれを止めといて、その後裏剣さんリューラー、そうですね、結構珍しいですよね、1周目がメインキャラで2周目がサブキャラっていう変なパターンまあ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 、まあ、やりたいキャラをやると。確かに、これでもザンギよりは龍の方がもしかしたらいけるかもしれない。あ、ザンギではない、ダイソン、ダイソンか、垂直昇剣、失礼しました。いいな、端からラス、重ねて、お、一文字が間に合う、昇竜の後、大足が当たりづらいんですよね。当たれば勝てる、離したらちょっとやばい。あー、見てしまいましたね、今のは。さあ、飛んでいる勝利、中足から勝利、決め打ちです。上から行ったらダメ、今さ、中勝利でした。差し返しの後、昇竜拳、気持ちよさそう。さあ、やりたいオーライで5勝目、おついにペコさんの、ペコさんのあれが、ペコさんのあれが見られる、あれが見られる、あれを出すのか、あれが、あ、あれではなくて、あれか、あれなのか、あれですか、あれですか、あ、こっちのあれか、あれ、あれではなかった、あっちのあれが見たかったな、平和な方を選びました、ちょんまげが見たかったな。あ、これペコさん、長州さんとね、結構 やる機会あると思うんですけど、宮さんの件は やってないと思いますよ。さあ、昇竜かさて、大足が減る、さあ、立って見ている、かっこいい、いや、かっこよくない、差し合いがやっぱ上手いっすね、技も強いですしね、同じ場合でやったら多分 S 剣の方が、なるほど、さっき皆さんがやっていたことをやり返されてますねさあ逃げる、あー、今も今相打ちでもよかったな、投げて終わり、赤目だと。さあ、ニアさんが5連勝でストップかな、お、これペコさんが1位が今逆転して、ニーヤーさんの5連勝が1位で、2位が裏剣さんの4連勝。さあ、キャラは何にすんのかな、さあ、容赦なくダルシムを使っていく。さあ、しかし S 剣きついとはいえ、ダルシムが注意が必要ですね、これワンチャンで死にます。カタカナでペコっていうのなんかちょっと新しいですけど、まあ全然別に多分大丈夫。さあ、ペコさん波動が打てないか、龍拳はとりあえずこのダルシムのスラ耐久がどうにもならないんですよね。龍拳が飛んでしまうともう全部耐久です、スラ耐久で、あれですね、空中竜巻で若干タイミングずらして食らい投げするぐらいしかやることがない。そうですね、あと頭の上を越してからの、ただ火付けだとつかみがないんでね、もう昇竜で殺しに行くしかないです。さあ、だから上が通っている、投げだと、ね、当てやすいんですよ。さあ、ムーさん、さあ、ピオリチ、さあ、何をする、ゲージ稼いで通常投げ、きっちりピー投げ最大、さあ、ジャックファイヤー、残りプレイヤーの中に立ち回りで、ムーさんが勝負、フーダルを止められるプレイヤーが、次はなんと、おなんと、フーンにもガイル、これはあるような、ないような。さあ、きついとはいえ大会などでは当たってしまうケースが多い、まあこれも修行の一つだと。とりあえず勝ってるので残り90秒頑張れば、あ、逆られた、これガイル、
がいるね、難しいっすね。おっと、突き出しを刺していく。あと70秒それ無理だ。お、60秒頑張れば。さあ、上から行くが、あのチョップが、あのファイヤー打ちてくれないっすね。あのパンチが、あのキックが、やっと打ってくれたと思ったもん。だって1回3段入ればって入らないよね。あ、画面端きついっすね。きついっすけど、あそこでなんとか切り返していかなきゃいけないですね。ガイドはおっと、サマー溜まっていない。バカになったけど、あれ上り台形が正解っぽいですね。いや、受け身取っている。さあ、だが画面端、ここはきつい。とりあえず頑張ろう。なんかこう、こう、あああ、仕方ないですね。さあ、ミキガイルの次は、おっと、ここでマッツン、マッツンさん、なんだろう、キャミーかな、エスキャミー。さあ、ダルシムキラーのマッツンさんが登場。まあ、キャミーかケンだと思うんですけど、まあ、どっちにしても、まあでもキャミーだとね、なぜかバルログ、勝ってからの戦いがつまんないから。いや、マッツンたまにバルログ使ってますよ。バルログ、なるほど、遊び気味に。キャミー、さあ、ブーさんを倒した後、はい、ケン、と考えるとやはりケン。あ、でもブーさんからしたらバルログのがまだ良かったんじゃないかなぐらいの。さあ、スラッグから掴まれたし、終わりはしなかった。小室に大金、勝利くらっ。さあ、掴んで、さあ、次どうする。勝利、勝利勇拳、いや、でもあれね、行くか行かないかだからね。まあ、開幕大足当たらず、皆さん何もしてないですね。なんかテレポが出れば一番いいんだけどね。さあ、下がって大金、おっと、これやってしまった。なんと、まあ、危なかったですよ、今繋がってたらばピヨってますからね。あー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 、ナイスガード、なぜか誰しも応援。ブーさん頑張れ、ブーさん頑張れ。いい中盤、インフェルノ、ナイスガード。バレバレでした。竜巻を落として、さあ、これ勝利、燃えた。はい、今急しゃがみ中盤、剣側の思い切りがいいと、なんかダルシンもね、手足伸ばすのも火打つのも、テレポを出す全部リスクがあるから。逃げた、うまい、ダイスラ、ギリギリの愛。さあ、勝利剣、あーっと、見てから出したが、壊し壊し壊し、掴んで、マツアルうまいですよね、あのシャガパンとかのスペース貸してから掴むっていう、完全に前の外でボッタチして、空振り見たらばレバー入れっぱなしで掴みに行く。ラマニーさん、ラマチャさんの、お仲間です。ラマニーです。なんとキャミーを選択。これラマニー、ラマツ、ラマニーさん。ラマニーさんはなんかメインキャラだなって。キャミーとホンダを使う方らしくて、完全に敵です。あの、先ほど少し話しましたが、昔MB 君とかとやってたらしいですよ。さあ、スパイラルアローを刺さって、しかしめくりにはいけず掴まれてしまう。重ね方がうまいんでしょうね。いい大足、足が試合でも。おっと、昇竜レーズ、さあ投げて、昇竜ゲソ、これはちょっとやりすぎましたね。さあ、これでマッツーさん2連勝。次、小江戸さんのキャラは何でしょうね。バイソン、ベガか、まあ、メインのベガですね。小江戸ベガ、
さあヒット確認だよし、ピオラズ。ピオラ、おっとなんとこれでもピオラズ。だがもうゲージは運がいいが4割残し。さあ来ました、ワンチャンあるか。うまい。さあメガが画面味はきついぞ。掴まれた。あの高さでも繋がるんですね。さあ飛び込んでいく。上から行って掴んで波動拳重ねて掴んでさあ嫌がった。バックジャンプにも昇竜拳。松井さん3連勝。次ユリッチ、ユリッチだそうです。さあキャラは何でしょうか。今待って、え、ひらがなで全部ユリッチ、全部ひらがな。さあ久しぶりにユリッチフェイロン、サブキャラのフェイロン、サブキャラさあダイヤシ当たる。ユリッチはメインキャラがチュンリーで、サブキャラがバイソンで、これ何ですか、3番手か4番手キャラがフェイロン。まあ若干遊び気味に使ってるキャラで、まあ、実力もこのぐらいと1点ですよ、ね、やっぱりメインキャラにしとけばね、ちょっと遊びすぎたかなっていう。さあでもコンボがうまい。あピオラーズ。さあバルログみたいなことやりに行くわ。なんと劣化拳、確かにね、劣化拳全部入っちゃえばね、中盤で相打ち。さあ劣化打たず、リーサイ拳、リーサイ拳うまい。おり、さあ死んだか。なんとしゃがみ中キックやるな、ユリッチ。マッツンさん3連勝でストップですね。さあ、マッツーさんの次は金子くんの、金子くんはガイル。さあ、これガイルフェイロン、ガイル側かなりやりがいありますよ、これは。フェイロンがきついですね。頑張ったが、あっという間に投げて、おっと、ダイヤシガードした。さあ、しのいだからソニック、ソニック、しばらくはガイルのターン。サマーがあれサマーが間に合ってなかった、たまってなかったですね、今。飛びがうまいですよね、あのじゃんけんになるんですよね、あれ。ジャンプ、中キックとコパン飛び込み、大パン飛び込み、なんか全部違うんですよね、対空が。中足、さすが理論派のユリッチさん。ソニック、どっからやって垂直で避けて次を読み合いにしてくるぞ。さあ、打ち画面に、あ、今のは投げ前に入ってくるので、あー、リレーリレー、劣化拳が最後、まあ、ガードしても真剣ですからね。中キック、さあ、ユリッチ2連勝。いろはさん、いろはさんのキャラは何になるの。エスガイル、メインキャラのエスガイル、なんだろう、ラウンドハウスとかがあるから。さあこれね、フェイロン戦はね、解説してる間もなく終わっちゃうんでね。とりあえずエスキャラだと軽投げに受け身がないから、あの変な連携食らないですよ。これだけエスガイルはきついんじゃないですか。さあ食らい上げ、じゃあ食らい様、失礼。スタブも前そばもないですね、バックそばともないし。サマー、さあいいサマー、これめくりにはいけるんですか。で3割ゲット、相打ちから、さあ7割ゲット。さあレッグで釣られないですね。さあよく見ているぞ、いろはさん。さあ教えてる。さあ、ハマプラ。これは3本目。さあユリッチどうする。
ソニックソニック、おお、ラウンドハウス、あれがエスガイルだ。投げに行っちゃった。あれ、さあ逆転されて強い。劣化圏が2回入れば大体勝ち。あの高さで繋がってますね、ちゃんと。次は友澤さん、友澤ベガ。さあ友澤くんはフェイロン戦好きではないはずですけど、結構やってますね。ホバ、さあヘッドプレス、さあ投げ、ポンポンと入って投げて終わりか。終わる、終わらない。甘い飾りの最後でしたけど、支援だったら、ね、当たってたんじゃないかな。デックを選択します。さあコパンから画面端に持っていくが、ベガは一発でこのようにして切り返せるんですね。さあガード、歩いて投げに行った中盤が強い。あ、これ弱最高。ユリッチは2連勝、これで全員2回ずつ終わったんですが、友田さんの連勝が止まるまではエキストラステージ的に。ユリッチの連勝数、ユリッチは何勝したか分かりますかね。山本さんのチュンリー、ユリッチさん、あ、3、ユリッチ3連勝だ。じゃあ今のところやっぱマッツンと裏毛にさんが1位、2位、あ、ニアさんか。さあ山本さんの剣がで、マッツン後のニアさん後、なんと垂直大キック。失礼しました。今のところマッツンさんの5連勝が1位で、ニーヤさんの5連勝が1位で、ニーヤさん1位、ウラケニさんの4連勝が2位、ウラケニさんが4連勝ですね、今のところ。さあ友田くん暗い投げはできず、背中上げでうざい、これはうざい。さあなぜかバックジャンプ、友田さんが4連勝以上しなければクーター空をしに行ったところ、クーター空をしに行ったところ、2発目の中盤を食らう。さあこれで友田くん2連勝。次は辰俊さんかな。さあ辰俊龍ですね。上からいきますね。さあ辰俊さんだいぶ、ね、レベルが上がってきてますよ。さあピョロナイ、最近はあの浦和のビッグワンにも来てくれるんですよ、ええ、さあ意味がない、投げに行って、さあ投げ返す、さあ、 あバックジャンパーもったいない。コンボによって、いいなあ、コンボミスらない。あともダメが勝利。さあ今3勝目。さあ次勝利すれば2位タイになりますよ。次勝って同率2位、次はどなたでしょうか。もう一回、もうランダムでくじをトランプを引いて出た数字の人が入っていくスタイルになってますんで、最後は、もう一度ラマ2さんの本田ですね。
さあ、ホンダも使えると。ベガもやりにくそうですからね。ホンダは難しいですよね。メガホンダはどうなんですか。ちょっとホンダがちょっと有利なのかな。守りは結構ホンダが硬いんですけど、まあ、大体のホンダはなんか頭突き放したくなって放したところにバックジャンプからコンボ食らって死ぬみたいな、よく見ますよね。バックジャンプガーッと下に当たった。壁橋はきつい。さあ脱出からひとまず逃げて、逃げて、なんとホバー、はい、これです、これですね、これですね。あれはやっちゃうんだ。さあ、友田ベガ4連勝で2位タイですね、今のとこ。次止まらなければ文句なしの決勝で。そうですね。さあ次、小江戸さんのさあキャラクターはどうしましょう。お、DJ。 さあ DJ、 さあこれで友田君止まるのか。DJ はなんかゆうべがさんも怒るぐらいきついんですよね。まあゆうべがさんが甘えてるだけかもしれないんですけど。さあ硬い硬い。さあ強い動き、めくりが取らない。さあちょっと見せない間に友田くんがかなりリードしている。コパンコパン上からジャックから、さあどうなる。ゲージあるよ。投げですかね。最後は投げ、ね、メガ使いもなんか中二のこと言えないですね。めくり空中くらい、あれうまいっすね。さあ、まあ、ぴよっているのは1、2、3、4、5、なんとか5、これは自利品ですね。削って、さああるよ。あるの、ない、あるの、あいちでは。なかった。さあ、友田くんこれで5連勝で、友田5連勝したので、いやいや、いや終わりです。いや、5位が、5連勝が2人で1位抜け、2位抜けなんで、これ以上やる必要ないので、ここで終わりです。5連勝が2人いるので、その2人が決勝ですね。じゃあ、友田くんと新谷さん、あ、ではここで決勝戦で、誰ですか。あ、新谷さん、新谷さんの5勝の件と友津さんのベガ、まあ5勝と5勝で3先でお願いいたします。まあ新谷さんは試合が終わってからよろしく。あ、もう当てた。ごめんなさい。3先です。一応今日の決勝戦ですね、これから。はい、さあ決勝、友澤さんの X ベガと宮さんの X 剣、私ですか。ああ、なんかマイク持つことになってましたので持ちましょう。ということでさあ、デブデブの選手勝利権当たって、そっからのジャンプシューキックからシワシワからの勝利権か投げかの二択が、あからさまに剣の投げ前の外なのであまり意味がないように見られるが、ぴょんぴょん飛ぶ、食らっちゃった。さあ最後クラッシャーに勝利権当ててからのめくりで転んでくれない、めくりはガードしっかり、ちょい割り込んで練り仕上げからの、さあ様子見と空中竜巻で転がして下段はピオリーチ、ピオルか我慢した、もう一回ピオリーチ我慢しましたね。さあ当たるがない、もうもっと無理やり持っていった、いい勝負ですね。
もう当たればいいや的な感じよね。今もう無理やり持ってきましたね。さあダブニーからのさあさあコンボミスってくれたが、さすがに二度の奇跡は起きず、さあニアさんが剣から右上にレバーを持ってきたがってます。右上に行きたがっている。さあ、ガメアジさあ、ニアの剣もトモヤ君のメガも投げて、さあ、このラウンドは取りたい。余計なことをやらなければ取れるはず。さあ死んだか、そっからまさか我慢した。さあ開幕バックジャンプにモリモリベガが歩いてきて、受け身が取っていないが投げて、あベガ側も受け身取ってない。さあさあしばらくキャンセルのハード剣でやってピオリ1下段ではなかった、中段あったけど、さすがにさあ開幕の詳細がバックジャンプでもう確定ですね。さあしばらく波動でさあクジラズムキで得意のツーピー側にまたニアだが、受け身を取って、さあ今の賞金やりたかったがダブル2で足払い割り込まれまくって、さあトモザがここで2回勝ってリーチ。さあ開幕波動拳のダブ2をやったが、めくりが早すぎて投げられて、ダブ2食らいすぎだろいい加減。さあ波動波動波動で、投げられて受け身は取ったが、さあ投げ受け身取った後の大キック2回目、1回見たんだからそこは兄学習しようぜと。さあ波動波動波動、しつこく波動でたまらずにいるところと殺すそびえたか、無理やり投げた。さあ次のラウンドも取って、せめて3先一矢報いたいニア。さあ掴みに行って、今まで一度も掴まなかったのは急に掴むようになって、さあお互いグダったが、なんとかニアが取り返した。これをあと2回やってくれればが、友田君はあと1回勝てばいいだけ、ニアはあと4本取らなきゃいけない、倍の差はでかい。さあ開幕踏み込んで大キック、ブラシバックジャンプで、さあニア波動に間に合わないデビルリバースやヘッドプレスに対しての処理が甘すぎる。投げて、さあ持ってったが、暗い投げからのめくりホバー、めくりホバーはさあ投げ返されて、受け身取っていない、めくりはガードして足払いハード。さあ昇竜空振りのダメに当たっちゃって、めくりはガードをしたが、さあダブル2で割り込まれ、バックジャンプに最後クラッシュ当たって、友田君が3対0、3対1か3対0か
あ、3対1ですね。3対1で友田くんが優勝ということで。あ、それでは優勝の友田一応いただいてよろしいでしょうか。一応って言い方すみません、私。いや、ありがとうございました。なんとか、うん、勝てました。サブキャラには負けたくなかったですが、ありがとうございました。またよろしくお願いします。あ、というわけで今日の、まあ、四季の細道終わらせていただきます。ちょっと、まあ、次回はもうちょっと分かりやすくちょっと準備したいと思います。じゃあ次回お願いします。これからの試合続けさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。失礼しました。
あ、あ今 2P やってるのはマッツンさんの剣。さあなんと果敢にもミキさんのガイルが挑戦。あ、申し遅れました。私カワシムでございます。なるほど、ガイルがいかに我慢してソニックで操作してチャンスを伺うかですが、ギアってしまってなんとアッパーレッパ。開幕竜巻。さあ昇竜は珍しく壊し壊し勝利を見せましたが、さあスカル、さあ空中くらい、これはあ、今言ってました、これはノブさんの剣。さあ同キャラ戦は経験値の高い、顔出し嫌な人はあのマスクをしたりあのサングラスをかけたり。さあお茶丸さん何で行くんでしょうか。さすがにホンダはきついぞ。いった。さあマッツーさんの剣にお茶丸くんのホンダ。さあ開幕張り手波動拳。さあ100巻が当たって、おお昇竜拳。さあなぜか多いちょ、なんとなんと出っ歯にモニムスを合わせていく。出っ歯が出なかった。さあライパン大足。さあ実況ハード張り手に昇竜。これ波動拳の玉よけがねかなり難しいんですよ。ホンダその場合はおっと大パンに勝つぞ。さあ5パン大いちょうから置き詰め、あいいわ、マッツェンさん我慢して昇竜。今でもちょっと裏行くとねあれ昇竜出なかったかもしれないですね。大100巻とかだったら分かんなかったですねあれ。さあバックジャンプ中万大勝利レピオリ。さあさすがにマッツンさんの剣ホンダ戦は百戦錬磨ですね。さあ誰がマッツンさんの剣を倒すのか。マッツン組手ですねこれね。さあノブさんがザンギ、ザンギも使う。今ちょっと手元を見たら弾いているのか、弾きスクリューができる。さあ大足の差しが早すぎて見えない。歩き大足差し合いがうまい。残機はなんとか地上戦でどうにかしないと。大き攻めのスクリューはいけないですからね。弾きスクリューが決まる。さあ5番さあ昇竜拳。さあ1文字ダイヤシス勝ったがスクリューは出せず。さあ思わな思いがけないところで波動拳打ってますね。
さあ、マッツン組みて、次はどなたか。もう一度、ノブさん。もう一度、ノブさんがチャレンジ。さあ、ここは、オーソドックスに剣で行く。さあ、剣同キャラ。さあ、これは五分ですよ。さあ、差し合いを自らやりに行く。さあ、ここはコアつかみ。シューキックなった。で、波動拳。さあ、飛びが入ったが、逆に飛びを食らう昇竜。さあ、見ている。小足一発ヒット確認。出っ歯。一発でヒット確認です。これがマッツン。さあ、黄緑色の剣、もう一度ノブさんですね。空間波動、この間波動を打ち合う。さあ、めくりは昇竜で落とされる。さあ、リバーサ昇竜返したが、お釣りは一文字。さあ、逆に壊しの卓に行く。コアコアレッパ。開幕ちょっと早すぎて見えませんでした。大パン相打ちかな。さあ、竜巻から昇竜。中パンから掴み。さあ、ノブさんが切れているぞ。コアコア大。さあ、空中竜巻で落とす。マッツンさんはシュー、しゃがみ中キックから台足。開幕台足。さあ、飛び込んでいくが昇竜で落とされる。さあ、意地でも 2P は渡さないというおっと、急投げだがこれは減らない。さあ、置き攻めミスって中キックなた。さあ、弱波動。さあ、剣がピース。だから裏ケニさんのバイソン。なんだかんだマッツーさんが8連勝している。あっという間。さあ、波動拳、波動拳。置き攻めは昇竜で返していく。おパン竜巻から台足確定。これは台足届く。掴み返した。おっと、キャンセルかからず昇竜かさて。おっと、これは入らない。ちょっと遠かったか。ジャカードを渡る。さあ、波動拳、波動拳もう一度これはゲージを見ていなかったか。ちょっと自分も乗り合いしに行きまーす。
Yeah!
Round 2, fight!
Higher! 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 Hig
はい、時間もいい時間になりましたんで、この対戦が終わり次第配信、今日の配信は終わりにしたいと思います。また来週も同じくやると思いますのでよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。